令和元年度の共同募金運動ポスターモデルで赤い羽根サ,サポーターを務めさせていただきます桜井日な子です、えー、今年で73回目を迎えるとても歴史のある赤い羽根共同募金ですがその募金が一体どんなことに使われているのかまたあの該当募金だけではなくて今はオンラインで募金ができることなど サポーターを務めさせていただく上で初めて知りました誰かの力になりたいけれどその方法がわからないという方もたくさんいらっしゃると思いますそういう方も含めて今日は精一杯募金を呼びかけたいと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたえ皆さんこんにちは、えー、大河ドラマ伊達店で 1964年の東京オリンピックで聖火ランナーの最終奏者を務められた坂井義則さんを演じます井上海と申します1964年のオリンピックでは聖火ランナーを日本全国で10万人もの方が務められたと聞きました私はそのことを初め知らなかったのでとても驚いたと同時に あの聖火ランナーを務められた方そしてオリンピック関係者日本国民全員がきっと一人一人の思いが東京でオリンピックをやるんだという夢を実現させたのかなと、えー、深く、えー、とても感慨深い気持ちになりました、えー、きっと今でもこの社会をより良くするのにもきっと一人一人の 気持ち思いというものがとても大切なんだなと思います、えー、私一人の力はとても些細なものですが何か協力できることがあればと思い今日参加させていただきました